DX3SP がないとね、対戦経験も、確かに対戦経験も少ないのにあんな強いから厳しいわ。対戦経験積んでも強いような気がするよ。なんかもう一発勝負はこっちも殺す気でかかんないとダメっぽいな。そうだね、酒の時間が長すぎる。長すぎる、バカ本当に。あれから逃げ回ってるだけでこっちもガーキャン前提下手したら2回とか使ってる可能性があるから。高校さん、高校初期さあチームメイト対決。高校さんはもうなんか相手のキャラによってはサイキを外してキム入れるってなった。キム強いんだね非常に。さあ居合で暴れて非常にあの暴れが強い。まあさっき高校さんが言ってたけどガーキャン前線で振り込んでてもやっぱ準備してないと難しいっすからね。ああ何投げの話。いや居合蹴りにガーキャン前線で振り込んだって。ああなるほどね。ああさあ徳さんがいっぱい入れていく、しっかりしていく、これがやりたい。食さんと直樹さんはこれがやりたい。いったな、いったこれはいった。食さん気持ちよくなってる、顔が笑っている。食さん あわやくばもう一回いきたい。ゲーム使ってコンボやってるのにゲームフェイスだった。確かに回収率やべえ感だ。こうやって追い詰めてるときに言い投げを食らったけど、そう俺下がるもん、恥追い込んでも。あと出ない、 EX ライジンが出ない。さあクソ強い、この距離がクソ強い。あしかし中央に戻して、さあキムが非常に攻めづらそう。あしかし奥さんもドライブキャンセルできる、すごいうまく落としていく。あれは刺さって、あここは砲脚で攻撃切りなかったが、あいた削りでフィニッシュ。やっぱああいうグレードを使ってでも中距離からいきなり突っ込んでいく安定感のある技はいいですね。ずるいね。 EXレイスピンとかね。 EXレイスピンとか強いね。あーっとコンボミス、EX が出なかった。さあここはしっかり下ろしていく。これも減るんだ。はい、さあそっちは強い。見ました。てかあのね、あと伸びの時間少なすぎ。あ、それもあるね。あの後半の分付き合うっつっても全然止まれなんねえから。なんかみんなガーキャン吹っ飛ばしとか、なんかジャンプ吹っ飛ば当たった後とかに飲んでるけど、もう後ろジャンプして飲んでいいと思うんだよね俺あれ。しかもあの暗転があるから最速ダッシュできないじゃん。まあでも暗転があるから最速行動はしやすいよね。あ、逆に？あ、そうなんだ。いやまあ、分かるからね。気づくのかな。あの後になんか EX アウト目とか打とうとしても出ないんだよ。あーなるほどね。そうそうそう。あーすごい、これですよ。あーすごい、これですよ。あーすごい、あー気持ちいい、あー気持ちいい、あーすごい、あーすごい、ついにこれが当たって、これがフォアや。でもまだある、まだある、このキャラは実はまだある。なんか刺してね、 EX 乙女で対空取って起き上がり6点目なんか刺されますですから、めぐってください。この暴れの禁止とかがいっぱい刺された終わる可能性がある。前へまで入れ込んで、難しいまだ、うん、あなんだ今何が出なかったら禁止かな。今のは前がね、うわ、筋肉が暴れていく。今の何今、食さんも直樹さんも苦い顔予期せぬのが行動ができて勝っていく。 D 投げ。さあ初期無双は止まらない。さあ誰ナイフにあるのはあとパムさんか、ケイさんか、ナギヘイか、ガクさんですね。はい、あ、どうぞ。
多分ケイさん、なぎ平さんは、なぎ平来ないっすね。片付けてやる。さあ初期無双が止まらない。やれや。そしてさらに直さんは手を緩める気はないのか。今日はあ直さんガチだな。明日の大会に照準合わせてるような感じ。あでも逆に明日の大会に照準合わせるとしたらこのキャラは使えないのか。そうあしかしキムを入れていく。おちょうど今の疑惑の直さん何これ あの顔はキャラ間違った顔ですね。しかし徳さんはこのままやるやる店員としてこう進行を妨げるようなことはしない。そのまま口を開いて店員の鏡じゃない、はい、大将に置いたホアの横にいる。おこれはキムに回す前に倒しきる感じですね。さあこういう時に炎よりが乗ってくれると。お空中ライジン剣でかわす。結構安定感ありそうです。確かに消しそうだし。もっと？もうこの画面端が走って全然間違いない。怖いっすからね。いや本当にね。ベニマル炎よりどうなんだろう。おいい角度、すげえいい角度、非常に見づらい。ここでなんとかやりたい。ああ先制入って、大丈夫大丈夫。あなんで今一番強かった。なんか減ってるよ、減りすぎだよ。減ってる減ってる。あーこれだよ。あーすごい。走って壊し、はいダッシュ全然。どうしても足から見えない。あーキャンよし。あーこのキャラだな、いける。しっかりダッシュ禁止前にしている。ゲーではないが、どうだ。さあこれは少し残る。あーちょっと残った。さあ最後に読み合い。おお、徳さんも今のしゃがみし普通にガードしてたのすげえな。ガーキャンとかしそうだけど。最後の垂直ショージャンプ D はいいっすね。確かに冷静だ。どうした。では使ったもののおまたかわす。徳さんは闇払いの貸し台に添えている。確かに。さあまあ粘りたい、そう粘りたいっすね。本当に青は横橋人たち入れたい。まあガードしてるだけでもね有利になりますからね。人たち入った。さあこっからは体力を減らせるタイムになる。もう一コンボ立つとかなり次の試合が有利になります。おーさあしっかりしていく相手の。さあしかしいい前転、しっかりしゃがんで、おうまい。さあこれで30秒も来た。これはもうの仕事してる、すげえいい仕事してますね。いやー俺食産のキム見てえから。食産大将食産のキム見てえかんな。食産のキムやっぱ頼れるって噂なんでね。見たいっすわ。大将に置くだけのことある。なんか8月11日のために撮ってたっぽいっすけど、ここでお披露目っぽいっすね。レパートリーを食産のキム。さあね今日しかし空手がホクホク。これ以上ゲージたまんないっすから、ね、そうっすね。ここでネスコーがフルコンとか刺すと、マルクはしっかりガード。うわーやってしまう、我慢できない。おっとおっとトリオン、いやーすげえことになってる。さあそしたらアドリブか。アドリブだ。アドリブできない。アドリブ失敗。これはキムを使いたいのか。しかしジャンプ打つ手間が強すぎる。さあ食さんキムはお披露目したくないというこの感じが伝わってきましたね。今ゲージ残したん、残した。あーキムを使ったか。さあこれでかなり早めにね空手を、はい、あーナロが出ない、ナロじゃない、シャラが出ない。さあ食さんしっかりしていく。さあもう大将の気持ちでやってますね。確かに。いやー俺的個人的には、あっあっとサインが高い。あーあーキムはまだ早い、キムはまだお前らには早いと言わんばかりのとどめじゃ。いまだベールの中。初期のキム、いまだベールの中。いやー初期さん次キム使ってくんねえかな。初期さんもう次のキムはねえかな。これあれパムさんいない、
あ、じゃあ学さんかな。学さん、学さんっぽいな。もうキム、キムか。キム自信ねえな。キム危ねえかんだ。さあ続きまして、ガクさん。さあ、ショキさんはどのキャラを選んでいくのか。今度は間違わない、しっかりフォアを選んでいく。そう、ガクさんにはまだキムは早いと。お前ごときフォアで十分だといったキャラ設定でしたね。さあ、再起メニマル。このゲームなんか通常技、まあ、最近の ND とか矢神の ND とか、まあなんか ND 系とかがやたり横に強いんで、それをジャンプ攻撃で、中ジャンプ攻撃で抜けられるっていうキャラはもうそれだけで、その牽制キャラにかなりいい感じに横の差し合いできると思うんですけど、あのベニマルはジャンプがふわっとしてるんで、多分最近の ND 変わせるんじゃないかな、いい感じに。ただそこで多分最近側はすごい簡単には演技を振れなくなると思うんで、これはいけそうなんですよ。しかし、ああ見づらい。しかしリシが出ない。あーっと今の投げは確定してるのか。1、2、3、4、5、6、7。さあさあ、いっぱいか。1、2、3、4、5。直さん、これがやりたい。しっかりしていく、しっかりうなずいていく。うますぎるな。なんかあれ本当に削除しろとか言いたいですけど、あれ難しいの知ってるんでね。キャプタンがゼロ2UM でクリスの永久やってて、バカじゃねえかこれって思うけど、実際やってみると全然できないっていう感じに似てるんでね、なかなか文句言えないんですよね。おお、しっかりしっかり読み合った。さあ、アテナがすごくいい働きをしてベニマルを倒していく。そしてさっきガクさんはこのキャラにやられました。フォアです。あ、ガクさんゲージがないから立ち回らなくてはいけない。おお、前転か、あそこで怖え。直感もまさかの前転だった。あーっと危ない。発動は溜まっていないので振り込まれていけず、引っかかり EX テレポで抜けるが、今だけ、あー、なんか変なのが出てる。なんだろ今、何見つかんだろう。さあ、アテナが全く体力を奪えないまま、フォアのペースがずっと続くが、ガクさんはゲージを貯めたいのでここはガードに徹する。が、遠視。さあ、今の差がダイヤッシュ本気だった。あー、しかしうまい。相手の行動にの対する拒否行動がうまいっすね。さあ、出ますわ表今日。ゲージ状況はほとんど5分。ああ、いや、今までがカウンターのヒットをするのか、あの終わり際って。それか、食感が終わった後になんか動こう。ああ、もうこれね、見ちゃ、子供は見ちゃダメだよっていう、あの、モザイクみたいな強さ、これ。ああ、しかし、こっちにさ、はい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 、食感が素晴らしい。やばい。飯がうまい。このキャラ何、どうなってんのこれ。何これ。ショキさんのフォアの飯がうますぎる。さあ、チームメイトが、さあ、このまま行くとショキさんがなんかみんな倒してしまう。くっしー。てか、あそこのめくりは本当に終わってんな。あれはどうなの。あれ本当にどうにかしないと。平然とコンボいっちゃうの。やばいやばい。さあ、チームメイト対決。さあ、直樹さんはさっきの借りを返したい。さあ、まあ前側は稲垣結構減ってんな。これはなんか例の通り前きつそうな。前めちゃきつそう。
まあ、そこは直樹さんのね嫌がらせ力でどうにかしたいけど、まあ、前は一気にダメージ奪える行動が少ないんでね、がないとちょっと、はい、低い地でこうやって頑張る、はい、あれ本当に飯だな、ただの居合蹴り、まあ、まだ届かないかな、おっとおっ非常に面倒くさいことになってる、やっていく、うまい、投げ挑戦、ここまでやっていく、なんとダッシュロードしたが、なんなんだこれは、パリ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 、あー走りすぎた、しかし温存、あー引っかかる、これ無理だよこのジャンプリいつも通り無理だよさあ同キャラ、なぜか勝ってる食さんの方がゲージがホクホク、非常に苦しい状況、直樹さん的には3割取られる前に早めに倒したい、食さんはガードを固めているがこれ以上ゲージがたまらない、怖いですね、あーいい暴れ、あー立場が逆だったかもしれない確かに多分もうあの距離で壊し倒されると関さんもう殺しそうですからね、殺しそうさあさっきから問題児、こんにちは、直樹さん、あー危ない、直樹さんはよくフォアと戦ってるってなんで、なんか見たいっすね、これがキスイみたいなの、おっと1、あー高い、そして使わない、おっとこれはいい判断、例えば、ケンさんに聞いたんですけど、この際、ベニマルがきついって、あ、本当に、あるな、確かにベニマルだ、ベニマルか、ベニマル、俺、ゼロ2とか使ってたからな、あなた、使ったでしょ、このゲームでも、まあまあ、どうぞ、おー、そして、直樹さんが、いきなり、おー、やばい、アグレッシブ、投げは出ない。ジャンプがそう、フッサンの禁止エンディー下がりがなんか乱舞のように下がる、ああ間に合うか、ベニマルは何かを残したい、サイカが入る、188減るサイカが入り、サイカ、さあユリがどこまで頑張れるか、マックスエアオトメからのサイカは減りますね、確かに半分くらい減る、367たす188とかだからやばい、さあアッパー、ああでもさあもう直樹さん、うわ全然見えねえ、よくわからない、しかし逃げている、しかし直樹さんも崩すためにゲージを吐いていく、そうもう、おっといったか、これはさすがにいった勝ったのは直樹、直樹さん勝ったけどなんか渋い、しかし渋い顔してるだいぶ倒しましたね、じゃあ俺、じゃあ俺出るか、はい、はい、行ってらっしゃい、食べなかったなこいつ、わかんない、しゃがまれた気がしたけど、はい、というわけでワンピークのは須田あかりさんです、わかんないですけど、今日は誰、まあ、マリちゃん、須田あかりさんです、須田あかりさん、はい、あ、まあ、なんとか48の人でしょうまあまあ、そうですね、その須田あかりさん、今日はおなんか変なキャラ使ってるぞ、今日クラッチェンランダムかな、もしかしたら分かんないですけど、次だろう、僕も見たことないですよなるほど、僕も見たことない、姉妹でも見たことはないと、あーっとこれは漏れてしまう、しっかりことつきで、この攻めが前にはきつい、これは前にきつい、そうですね、乗っかられるともう返し手がほんとないですからね、これはおそらく使いそうだ、1ゲージちょうどぴったり使って
んの見たことないけど基本コンボはしてる。確かにしっかりしてますね。さあこれ直木さんの中堅ベニマル、これはかなりベニマルやれそうな。そうですね、結構意外にやりやすいんです。おっと強気怒った。なんか直木さんはちょっと やりにくいっていうかなんか苦手って言ってましたけど、ここは今のところうまくさばいている。 D 投げで端に戻してさあ暴れていく。おっと強気にだからやりたい。まだ端にいろと。どうしてもやりたい。はい、さあジャンプ D で早めだ。はい、もうやれない。むしろ確かに相模から。ああいいですね、名前以外。名前以外はまあ完全に意識されてるとやっぱ隙はかなりでかいんで反撃結構あるんですけど、結構とっさに出されると難しいですね反撃が。あとはヒット確認ができるっていうのが、はい、見たこともない。クラーク投げを外して今度は下段ジャンプ飛ばしから画面端は脱出、空中投げだ。走ってきたところにアルゼンチン刺さって大きい前面は、さあジャンプ飛ばし前転、さあ目まぐるしい展開。なんだなんだ、直木さんのやりたい感じが。確かに俺はライジンコンボやりたいんだという気持ちが伝わってくる。さあ強気に強パンからアルゼンチン入れ込んでいる。さあ、あーいい、クラークらしいローメンの読み合い。走ってくるときに自分も走って投げる、相手は走ってくるっていうのが読めないから投げられちゃうんですね。まあ、ここは1回幕にも入る通常投げで中央に戻すものの、もう1回小足が刺さる。大予選低い。はい、さあ最後はうまい ND に引っかかって、ここで大将戦かな。大将戦はシェーンウー。そうですね、ガチンコのシェーン対ユリ、これ見たことあります。さあお互いゲージが、さあネタが刺さるがガードしている。さあ前転で早めに脱出して画面端、さあ釣るものの、さあなんかまたまたダメージは取れない。おっとなんだ、おそらく前が出なかった。さあミスってどうフォローしていくのか。さあガン攻めする直樹、さあミスに対空して、さあここで発は切れる。さあこの状況はちょっとユリガは危ないぞ。さあこれはおそらく根を真面目でさあ火柱が当たりフィニッシュ。いろいろユリやってたんですね。いろいろやってたんですけど、なんか1回のしゃがみシーで全部無に帰りましたね。